JBC 協会協賛黒潮ダービー第47回高知優駿エスポ RC 賞の表彰式を行います。南洋おぼろ月号の関係者の皆様です。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。おめでとうございました。どうぞ壇上へとお進みください。それではまずはじめに見事優勝の栄冠を勝ち得ました南洋おぼろ月号の馬主堀口春夫氏に対しまして一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会賞としてエスポ RC 号の種付け券です。一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会会長吉田勝美様代理高知県競馬組合管理者高橋隆から授与されます。エスポ RC 号の種付け券です。どうもおめでとうございます。皆様に見えるようにはい、はい、高知優駿エスポ RC 賞のパネルでございます。おめでとうございました。さあ続きまして南洋おぼろ月号の馬主堀口春夫氏に対しまして一般社団法人日本地方競馬馬主振興協会会長賞です。一般社団法人日本地方競馬馬主振興協会会長大吾信行様代理高知県馬主協会会長上岡和夫様よろしくお願いいたします。どうぞ馬主少将馬主堀口春夫様あなたの愛馬南洋おぼろ月号は令和元年第3回高知競馬ダービーシリーズ2019JBC 協会協賛黒潮ダービー第47回高知優駿競争において優勝されましたのでその栄誉をたたえこれを称します。令和元年6月16日一般社団法人日本地方競馬馬主振興協会会長大吾信行。おめでとうございます。おめでとうございました。上岡和夫会長ありがとうございました。では続きまして南洋おぼろ月号の馬主堀口春夫氏に対しまして株式会社高知放送賞です。株式会社高知放送営業局局長金子勝様よろしくお願いいたします。少将馬主堀口春夫様あなたの愛馬南洋おぼろ月号は令和元年度第3回高知競馬ダービーシリーズ 2019JBC 協会協賛黒潮ダービー第47回高知優駿競争において第1着を得られたのでこれを称します。令和元年6月16日株式会社高知放送代表取締役社長佐竹義雄。受賞2勝目となった南洋おぼろ月号です。おめでとうございます。副賞です。おめでとうございました。続きまして西下正光調教師です。2015年男の日祭りに次いで高知優駿2勝目となりました。おめでとうございます。表彰状とそして副賞です。そして今日は南洋おぼろ月号のために高知に駆けつけた三鴨典史騎手です。おめでとうございます。高知競馬の重賞は初制覇になりました。おめでとうございます。川崎和人急務員です。西下正光調教師に代理で受け取っていただきます。おめでとうございます。おめでとうございました。株式会社高知放送金子勝様ありがとうございました。では三鴨典史騎手にお話を伺います。ゆかりのある高知競馬場での重賞初制覇南洋おぼろ月号で高知優勝を制しました三鴨典史騎手です。おめでとうございました。ありがとうございました。初コンビでの南洋おぼろ月号との1900m どんな印象を持ちましたか。そうですね、初めて騎乗させてもらったんですけども、レースは見てましたし、
返し馬またがった感じでもね、すごく乗りやすい素直な子だったんで、あとは流れとね、三段さえ間違えなければと思いながら騎乗しました。ハンドリングはすごく良かったということですが、後方の馬をある意味見ながらのレース、道中はどんなことを考えてましたか？そうですね、他の馬というよりもね、自分の馬とのリズムを大事にして騎乗しました。直線入り口でかなり差を開いて、最後はそれを守り抜いた感じでしたが、ゴール前の感じはどうだったでしょう？そうですね、あんまり溜めてもね、なんか持ち味きなそうな感じだったんで、ちょっとずつ流しながら、リズムを大事にして騎乗したんですけども、ちょっと若干早めだったんで最後止まってしまったんですけども、セーフティーリードを保ってたんで、うまく馬もしのいでくれました。プラン通りということになるでしょうか。さて、斉川正道調教師には恩返しというような形になりますね。そうですね、電話いただいた時はね、すごく迷ったんですけども、僕も10年ほど前にはこの高知競馬場に3ヶ月ほどお世話になってますし、その所属としてね、斉川先生のところで勉強させてもらったんで、少しでも恩返しできればなと思って今回を引き受けました。なお一層南関東のトップジョッキーになって、そして高知に戻ってきて、今日のこの表彰台というのはどんなお気分ですか？そうですね、僕が3ヶ月いさせてもらった頃はね、なかなか高知での騎乗がね少なかったんですけども、こうして10年ぶりにこうやってね帰ってこれて、また勝たせていただくことができて本当に感無量です。おめでとうございます。では最後に、全国のファンに向けて、そして高知競馬場のファンに向けてメッセージをお願いします。今日はご声援ご来場本当にありがとうございました。高知で騎乗することもねなかなかないんですけども、こういう機会をあれくださった馬主さんや斉川先生、そして高知競馬の関係者の皆さんにすごく感謝します。南関東に帰ってもね、また高知のことも忘れることなく一生懸命精進してまいりますんで、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。おめでとうございました。三日本則文騎手にお話を伺いました。ではこの後は写真撮影も行いますが、一旦ここで表彰式を終了させていただきます。では最後に大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。